はようございます。本日3月11日です。東日本大震災から12年が経ちます。円覚寺では午後2時半から法上で鎌倉の神社、キリスト教、そして仏教の寺院が一つになって祈りの法要を行います。毎年鶴岡八幡宮、キリスト教会、そして仏教寺院と持ち回りで行ってきましたが、今年は円覚寺で行うことになっています。坂村新民記念館はこの日開館11年となります。先日坂村新民記念館での講演を行うにあたって改めて全詩集を読み返し、随筆集などを読み直して、新民先生の一辺承認への深い思いを知ることができました。新民先生は50歳の時、宝厳寺にお祭りされている一辺承認像に出会ったのでした。その時の様子が新民先生の試作ノートに残されています。今回の特別展のおかげでその様子を知ることができました。昭和34年9月13日なのでありました。とにかく一辺知心と私と本当に結ばれた日であった。承認像の扉を開けてくださる時、私は合掌していた。私は一辺知心の立像に心から合掌した。本当はそれでいいのだった。和尚さんはどうぞ御前へ行って立って拝んでくださいと言われた。なるほど、立像に対しては立って拝むのがいい、そう思って御像の前に立って拝んだと書かれています。そしてさらに新民先生は、その時ふと御足に触れたい衝動を感じたのでした。しかし重要文化財に指定されているお木像に手で触れることはできることではありません。新民先生も、しかしこんなことは常識者としてできることではない、諦めたと書かれています。その時に新民先生は、半ずりのお絵像を分けてほしいとお寺の和尚にお願いして、和尚が席を外されたのでした。そこで一辺さんが、今ですぞ、ここへおいでなさい。私の足に触りたければ、どうぞと言っておられるような気がされたのでした。そして新民先生は、私は立ち上がって御足に触り、その手を額に当てて、この人との本当のありがたい接触をした。奇跡の幾分間だった。一辺の血が手から額に、額から全身へと流れた瞬間だった。私は生まれ変わらなければならないと思ったというのです。新民先生は51でこの世を去った一辺の精神を、51である私が引き継ぎたいと思った。一辺よ、たびたび来たりて導き励ましたまえ。私が伊予の地に来たのは、あなたに巡り合わんがためであったのだと思われたのでした。51というのは数え年であります。そうして一辺承認の精神を受け継ごうと決意されて、それが毎月四国という獅子を出して多くの人に配るという、独自の不産へと具体化されていくのでした。新民先生の50歳の時の詩に、一辺知心、捨て果てて、ただひたすら六字の名号を火のように吐いて、一生不自由の写真一途の彼の狂気が私を引きつける。60万人欠場往生の発願に燃えながら、踊り歩いたあの寥々たる旅姿が今の私を駆り立てる。
芭蕉の旅姿もよかったに違いないが、一辺の旅姿は念仏の厳しさとともに夜明けの雲のように私を魅了する。早春合唱生え裸足の彼の姿に私は頭を下げてひれ伏す、というのがあります。捨てて捨てて捨て果てて生きるというのが新民先生の敬愛する一辺上人の生き方でありました。軽くなろうという詩があります。軽くなろう軽くなろう、重いものはみんな捨てて軽くなろう。何一つ身につけず念仏唱えて歩き回った一辺さんのように軽くなろう。捨てることは大事なのですが、また捨てえないものもあるのがお互いであります。捨てえないもの、捨てて捨てて捨てえないもの、それは一辺上人にとっては南無阿弥陀仏であり、私にとっては死であり、母にとっては残された5人の子であった。捨てて捨てて捨てえないもの、それは人それぞれのものがあろう。でもあくまでそれは財産でもなく、名誉でもなく、地位でもなく、他のために尽くす無償の愛でありたい。かつてない狂乱の時代に生まれてきて、静かに一宮にあって花をめでて、捨てて捨てて捨てえないものを私は今日も恋願う、という詩もございます。一辺上人にも捨てえないものがあったのでした。新民先生の愛の道しるべに、一辺ひじり絵の中で私が好きな一つは旅立ちの絵である。妻長一、その子長二を連れて伊予の国を旅立つあの絵は、日本の仏教史を飾る女人の美しい場面である。ある有名作家が女を連れて出家するなんてなってないと非難していたが、私は全く反対であって、こういう一辺の愛に惹かれ彼が好きになったのである、と書かれています。新民先生にも捨てえないものがありました。捨てず、西行と三等家は妻子を捨て家を出た、芭蕉と方才は世を捨て旅で死んだ、だが私は妻子も捨てず世も捨てず、一筋に死を作り、どこまで行けるか行ってみよう、指針を導きたまえ守りたまえ、という詩に現れているように、新民先生にとっては妻や子という家族を捨てることはできなかったのです。捨てるということは大事ですが、捨てえないものも大切なのです。いや、むしろ捨てることによって初めて捨てえないものの尊さがわかるのだと思います。六行庵天国、悲しみをかみしめて帰る六行庵に明るい明かりが灯っている、煮炊きの匂いが流れている、子供の声が響いている、ヤギがしきりに呼んでいる、六行庵はやっぱり天国だ、寂しい私の安息どころだ、という家族は捨てえないものでした。その捨てえないものがあるおかげで、この困難な世を生きることもできたのでした。こらゆえに、こらゆえに虚無にもならず、こらゆえに悲しみに耐え、こらゆえに死にもせず、こらゆえに生を愛す、という詩も残されています。さらには今回新民先生の全詩集を読み返していて、新民先生にとって捨てえないものがまだあると気がつきました。悲願、私は父の死に目にも母の死に目にも会えなかったのです。これほど子として不幸なことはなく、これほど人として不実なことはなく、それを思うと自分にできる一つのことをし続けて、罪の償いをしないと死臭や死死の観光となったのです。多くの人よ、どうかこの心を汲み取って読んでください、受け取ってください。いつの日かこの悲願が叶えられて、
在合消滅の晴れの時が来るのをただひたすら待ち迎えたいのです。という詩がありますように、罪という意識であります。罪といっても決して法律に触れるような犯罪のことではありません。新民先生にとって、父の死に目にも母の死に目にも会えなかった罪の意識なのであります。刺繍や獅子の観光は一辺商人のご意思を受け継ぐということだけでなく罪の償いでもあったと知ることができました。こういう罪の意識がキリスト教の信仰にも心惹かれていった要因なのかと思ったのでした。捨てることによって捨て得ない大切なものに気づくことができます。新たに学ぶことができたのでした。それでは今日も姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、よーし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、で吐くと同時にストーンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。お腹の底に溜まっている空気も、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、はあ、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。